真っ先に思いつく植物キャラ。アニメ、漫画、ゲームに登場する植物キャラってバカみたいに強かったり、どこかミステリアスだったり、デザインがめっちゃかっこよかったり、デザインがめっちゃ可愛かったりと非常に魅力的なキャラクターが多いイメージってありませんか？というわけで本日は真っ先に思いつく植物キャラランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは本チャンネルにて実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数 5.6 万票、コメント総数895件。皆様たくさんの投票&コメントありがとうございます。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方も覗いていってください。それではスタート。第16位、遊戯王ブラックローズドラゴン。ヒロインであるイザヨウヤキのエースモンスターにして、バラの花びらに包まれた赤い竜。特にレリーフ加工は花びらの一枚一枚がしっかり丁寧に彫られていて、もはや美術品と言っても過言ではない。集まった票数は全体の 7% で最下位なのですが、他の選択肢のキャラの知名度が高すぎるので、この中だとかなり検討した方だと思います。またブラックローズドラゴンは植物族じゃなくてドラゴン族じゃないかというご指摘もありましたが、この植物感あふれるルックス、当チャンネルでは植物キャラとして扱います。見事ランクイン。第15位、ワンピースビンズ。オリジナル劇場版ワンピースフィルム Z にて初登場したキャラクターで、海軍本部ゼファー率いるネオ海軍に所属する戦闘員の一人。その能力はモサモサの実、植物の成長を促し自在に操ることができるというもの。確かにこのランキングにはぴったりの能力ですが、劇場版にしか登場しないキャラがコメント欄で注目を集めていたのは個人的には意外でしたね。見事にランクイン。第14位、鉄拳木人。鉄拳3にて登場した修行用の人形で、趣味はモノマネ、好きなものはモノマネ、嫌いなものはモノマネらしい。そのプロフィール通りラウンドごとに戦闘スタイルが変化し、他のキャラクターを真似た動きになる。木人を使われると、こいつまさか俺に舐めくかもしれんって少しイラッとするのは自分だけでしょうか。大人気格闘ゲームのキャラクターがコメント欄で注目を集め、見事にランクイン。第13位、ダーウィンズゲーム柊一郎。それぞれ特殊な能力を与えられたプレイヤーたちが富を得るために殺し合いを繰り返すダーウィンズゲーム。その中でも最強のプレイヤーとして恐れられたのが花屋こと柊一郎である。その能力は植物を自在に操るというもの。植物で通路を完全に塞いだり、植物から分泌される麻薬成分でプレイヤーを洗脳したり、全身を硬い植物で覆うことで接近戦にも対応できるというチートっぷり。また強いだけでなく戦う理由も男前、心臓が弱い娘の治療費を稼ぐためとのこと。ここまで揃っていると人気が出ない方が難しいのかもしれない。見事にランクイン。第12位、ガーディアンズオブギャラクシーベビーグルート。続いてランクインしたのは、まるで喋る気な見た目をしている樹木型ヒューマノイドであるグルート。非常に小さくてキュートな見た目をしているが、一旦ブチ切れると制御不能な力を発揮する。また話せる言葉は I am グルートだけだが、なぜか伝えたいことが理解できてしまうのが可愛すぎる。その可愛すぎるルックスと立ち振る舞いに思わず心奪われてしまったマーベルファンからの支持が集まったのか。見事にランクイン。第11位、ワンピースウソップ。もともとは植物キャラという印象は全くなかったのだが、新世界突入前の2年間の猛特訓により、さまざまな植物を巧みに操る緑星という技を習得する。代表的な技はデビル、ラフレシア、タケジャベリン、ヒューマンドレイク、インパクトウルフなど、圧倒的なウソップの成長が印象に強く残っている視聴者も多いのか、コメント欄で注目を集めて見事にランクイン。第10位、ジョジョの奇妙な冒険ジョルノ・ジョバーナ。第5部の主人公でスタンドのゴールドエクスペリエンスの能力は物体に生命力を流し込み生命を生み出すこと。その能力を活用し、様々なものを植物へと変えて苦難を突破する活躍を見せた。しかし個人的にはレクイエムの印象が強すぎて、ジョルノイコール植物というイメージはちょっと薄いですね。このチャンネルの視聴者はどうしてもジョジョをランキングにねじ込みたいのか、コメント欄で多く名前が挙がっており、見事にランクイン。第9位、僕のヒーローアカデミア森林カムイ。ヒーロービルボードチャート7位、人気急上昇中の若手実力派ヒーローで、その個性は樹木、体そのものを樹木に変形させることができ、先生必殺漆サローは大勢を同時に拘束することも可能。この他にも体育祭で雷電気を完封した塩崎なども意見が上がっていましたが、最もコメント数の多かった森林カムイを採用させていただきました。見事にランクイン。第8位、ナルト千住柱間。木の葉隠れの里の創始者の一人かつ初代ホカゲ、柱間といえば木遁、木遁といえば柱間。独力で木遁を操ることができた唯一の忍びで、天才とも言われる美獣を捕獲し完全体質さのさえも完封。このあまりのチートっぷりに最強の一角であるマダラにも全ての術が桁違いと言わしめるほどである。個人的にはもう少し上の順位でも良かったのかなと思うのですが、投票で集まった票数は全体の 16% であったため、この順位とした。第7位、モブサイコ100峯岸仁樹。世界征服を目論む超能力者組織である
爪に所属するボス直属の幹部五丁の一人、通称植物使いの峰岸、自身のエネルギーを送り込むことによって植物を無尽蔵に成長させることができる。最上の乱入によってカマセイヌっぽくも映ってしまったのだが、モブとも互角に渡り合う戦いを見せた作中トップクラスの実力者の一人である。最終的には味方になったことから印象に残った視聴者も多いのか注目が集まり見事にランクイン。第6位、植木の法則、植木康介。普段はぼーっとしているのだが、重要な場面では自らを顧みず正義を貫くザ少年漫画の主人公キャラ。しかしその能力はゴミを木に変えるというもの。しかも手のひらでくるめるサイズ限定。いやめっちゃエコだけどこんな能力でどうやって戦うねんと誰もがツッコミを入れたくなったに違いない。しかし作中では木の一部をゴミに戻すリサイクルや相手の能力を元に戻すリバースなど能力を進化させていく。最弱と思われた能力で勝ち進んでいく主人公の姿が印象に残った視聴者も多いのか、コメント欄で注目が集まり見事にランクイン。第5位、マリオ、パックンフラワー。クッパの魔法によって意志を持った凶暴な人食い植物で、普段は土管の中に潜んでいるマリオを代表する敵キャラの一種である。ファイヤーパックン、アイスパックン、ジュラシックパックン、キラーパックン、バンジーパックン、幽霊パックン、骨パックン、のびのびパックンなど、その派生は多岐にわたり、あまりの人気っぷりからクッパやベビークッパに続き、なんとあの大乱闘スマッシュブラザーズにも参戦を果たした。やはり国民的ゲームの敵キャラだけあって知名度は抜群。途中では全体の 18% もの票獲得し見事にランクイン。第4位、悠々白書、クラマ。本作に登場するメインキャラ4人のうちの1人で、植物を自由自在に操り戦う戦闘スタイル。その正体は魔界で名を挙げていた盗賊ヨーコ・クラマ。瀕死の重傷を負ったヨーコは生き延びるために人間の胎児に憑依して第二の人生を歩むことに。大まかつクールな性格で、放送当時はクラマが初恋だという女子も少なくはなく、一部では初恋ハンターとも言われていたらしい。悠々白書世代の方にとっては植物キャライコールクラマなのでしょう。当初では全体の 21% と2番目に多くの票を獲得し見事にランクイン。第3位、ジョジョの奇妙な冒険、ストレイキャット。もともとは普通の猫だったのだが、スタンドの屋に射抜かれたことにより奇妙な姿へと変貌を遂げてしまった悲劇の猫。空気を自由自在に操る能力を持っており、キラークイーンの爆弾を真空状態にして無効化したり、血液に空気を送り込んだりと、あれもしかしてキラ吉影倒せんじゃねと思わせるほどの戦いぶりを披露した。またキラが倒された後のエピローグシーンでは虹村家にめちゃくちゃ懐いている様子も伺え、コメント欄では可愛すぎるという意見がとても多く寄せられていた。見事にランクイン。第2位、呪術廻戦花見。人が森を畏怖する感情から生まれた未登録の特級呪霊で、地球は人間のいない時間を欲しているという主張のもと、地球を守るため人類の絶滅を目指している。花見といったらやはりイタドリ&東堂のブラザーコンビとの一戦。黒線を連発してくる覚醒状態のイタドリと非常に厄介な術式を持っている東堂相手に互角以上の戦いを繰り広げた。五条の乱入によって戦いの幕は降りたのだが、個人的には花見の領域展開も見てみたかったところですね。やはり今ノリに乗ってる呪術廻戦、強者揃いのライバルたちを押しのけ見事第2位にランクイン。第1位、ポケットモンスター不思議草。見事第一に選ばれたのは、不思議種がレベル16で進化する姿である不思議草。可愛らしい不思議種から一変し、目つきは鋭く凛々しい顔立ちに大変身。個人的には不思議花まで行ってしまうと少しおじさん臭い印象があって、中間の不思議草が一番好きなんですよね。またスマブラにも参戦していることから、プレイヤーなら進化段階3つの中だと一番に不思議草を思い浮かべるはず。雷キャラではピカチュウが1位、幽霊キャラではゲンガーが1位と、やはりこの手のランキングはポケモン強いですね。投票では全体の 38%もの票獲得し見事第1位にランクイン。いかがでしたでしょうか。本編では紹介できませんでしたが、金色のガッシュのスギナ、ガンツのネギ星人、アンダーテールのフラウィ、ナギのレン白竜、トラブルのモモベリアデビルーク、シャーマンキングのタリム、ジョジョの奇妙な冒険第3部のジョセフ・ジョースター、 FF のサボテンダー、7つの大罪のキング、烈火の炎のモクレン、ドラゴンボールのサイバイマンなどもコメントが挙げられていました。いやー本当に植物系キャラって候補が多いですよね。皆様たくさんの投票&コメントありがとうございました。このように本チャンネルで実施したアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。またこんなランキングを作成してほしいというリクエストがありましたら、本動画のコメント欄までどしどしコメントをお願いいたします。それじゃまたね、バイバイ。